未確認飛行物体 UFO。 世界各地で連日のように目撃撮影される怪しい物体、不思議な現象の正体は一体。ハイテク装置を駆使した画像解析、詳細な調査をもとに目撃現場を CG 再現、14種類の特選衝撃映像を2週に分けてガチンコ分析。2人の UFO プロフェッショナルと栗山千明が大空の謎と神秘に迫ります。おーおー、何だ。ハイテク装置を UFO ナンバー1番、アメリカカリフォルニア州からの衝撃映像。超時空トンネルから宇宙船出現。1997年11月8日日没直後、西の空に巨大な白い物体が斜めに落ちるような向きで現れた。その先端にカメラが寄ると、もう一度見てみよう。まるでトンネルのような先端から光の玉が飛び出した。小型の宇宙船だろうか。この映像が動画投稿サイトに載るや、コメント欄は騒然となった。気持ち悪い、絶対に宇宙船としか説明がつかないよ。なんだこれは、時空を超えるワームホールの一種か。この不思議な現象の正体は一体何か。スタジオで UFO プロフェッショナルが分析する。なんか先端が光ってる。なんか飛び出してきましたよ。こう全体で見ると蛇のようにこう、はい、うねってますね。うねってますよね。うねったところからなんか出てくるんですよね。今の映像に関しては何かこれじゃないかっていう可能性だったりとかっていうのは。そうですね、まずこれ日付がポイントなんですね。こちらの UFO プロフェッショナルは天文学者寺園純也さん。かつて UFO と宇宙に憧れた少年がやがて宇宙開発の現場で研究者に。インターネットで情報を集めて UFO の正体に迫るUFO プロファイラーである。まずこれ日付がポイントなんですね。先ほど1997年の11月8日と、この日にじゃあ一体何がこの辺りであったかっていうと、まずさっきの場所ですね、はい、ここです、はいはい、サンタイネスという赤い点の場所が、今回撮影をした場所ですが、そこから60キロ西に離れたところに、このバンデンバーグ空軍基地という場所があります、はい、でこのバンデンバーグ空軍基地から実はこの1997年の11月8日、はい、夕方の時間帯にロケットが打ち上げられてたんですね、うん、はあ。これが寺園さんがロケット打ち上げ情報を確認したサイト。打ち上げ情報が数多く収集され、詳細がまとめられている。こうしたサイトを利用すれば、遠く日本にいてもUFO 撮影当時の現場の状況がわかるのだ。とはいえこの白い物体はロケットには見えないし、煙にしては半透明で光っているのが妙である。あの白く光るものなんですか、なんで白く光ってるんでしょうか。これ夕方なんですよね。もう一人の UFO プロフェッショナルは映像技術研究者藤木文彦さん。学生時代 UFO 好きが高じて東京大学 UFO 研究会を立ち上げ、初代会長に就任。それ以来長年にわたる研究と映像技術の知識から撮影状況を推理する UFO 名探偵である。これ夕方なんですよね。この向こう側に太陽は沈んだところだと思うんです、はい、そうすると太陽に照らされて上の方の雲とか、はい、上空の方のものはすごく目立つんですね。
でしかもこのロケットの煙って水蒸気、それが凍った氷の粒のようなものが上空に含まれていたりするので、なんかキラ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 輝いていて真っ白に見えちゃったりする、そういうことが今回も起きた可能性が高いですね。その先っぽにちょこっと飛び出してるのはこれはどういうことなんでしょうって、うん、これは、ね、ちょっと出てきてるのが不思議なんですけれども、これおそらくなんですけれども、ロケットの燃焼が止まって切り離した先の部分がこう見えてる可能性が高いと思います。なるほど。寺園さんと藤木さんの推測をもとに撮影現場を CG で再現してみよう。目撃地サンタイネスからおよそ60キロ離れたバンデンバーグ空軍基地から打ち上げられたロケットは高度780キロの周回軌道に向けて水平飛行に移っていく。ここで地球のカーブに沿って遠くに向かうロケットはまるで斜めに下がって飛んでいるように見える。やがて噴射装置を切り離し水蒸気が途切れたためロケットは光の点が飛び出したかのように見えたのだ。ロケットは時に私たちの予想を超えるほど不思議に見えることがあるようだ。続いて UFO ナンバー2番、ロシアに出現、隕石を破壊した謎の飛行物体。2013年2月15日、ロシアのチェリャビンスク州に巨大な隕石が落下。その直後からインターネット上で落下する隕石を UFO が撃墜、被害を最小限に抑えたという噂が広まった。これがその決定的瞬間、車の固定カメラが捉えた映像だ。燃えながら落下する直径およそ15メートルの隕石。その後方から突然謎の光る物体が現れ、隕石に追いつき破片とともに突き抜けた後姿を消したのだ。分かりやすいように画像をネガ反転してもう一度見てみよう。謎の物体が隕石に追いつき、その中心に突入。破片が飛び散ると同時に再び姿を現す。 UFO または UFO から発射されたミサイルが隕石を破壊したのだろうか。 UFO 説が話題になった直後、番組では藤木さんに映像の分析をお願いしていた。藤木さんが注目したのはこの映像が走っている車から撮影されたという点だ。画面上で、隕石を追い抜かしていく UFO と言われるものがここに映っています。でこちらはフロントグラスのゴミです。この2つの位置関係がずっとこう隕石を追い抜かしていくまでの間映像上で変わらないんですね。確かに光る物体とフロントガラスのゴミは互いの位置関係を保ったまま同じ速さで移動している。つまり光る物体もフロントガラス状のもの、ガラスの傷などによる反射と考えられるのだ。それでは謎の光がガラスの反射だとしたら、なぜ隕石に追いつき突き抜けたかのように見えるのか。車の固定カメラが撮影した元の映像をもう一度注意してご覧いただきたい。光が隕石を突き抜ける瞬間、車は右へのカーブを曲がっている最中だ。車がまっすぐ走っている時、画面上隕石はガラスの反射よりも右側にある。車が右カーブに入ると隕石は左へと移動。ガラスの反射と重なるや細かい反射を発生させながらさらに左へと移動する。ところがインターネットで流れた映像は
このように隕石をアップにして画面を切り取っている。そのため光の反射の方が左から右へと移動し、隕石を突き抜けたかのように見えるのだ。今回の映像は、画面の一部分だけを切り出すことによって、そこに注目したあまりにこれが UFO だと言って騒ぎ出すことになってしまったわけなんで、部分的な情報だけで、物事を判断しちゃいけないと、そういうことだと思います。この映像は UFO ではなかったが、隕石の落下に光の反射が偶然重なるという非常に貴重な現象を捉えたものといえる。続いては最近ブラジルや日本で目撃が多発している夜空を飛び回る謎の発光物体。2013年6月ブラジル・サンパウロのビル街に現れた怪しい光。異様な動き、飛行機や風船とは考えられない。通りでは政府に対する抗議デモが行われており、目撃者は数千人とも言われている。そしてもっと怪しい光が日本にも。2012年7月、東京世田谷、まるでメッセージを伝えるかのような UFO。 緑とピンクとオレンジと黄色で、あれになってんな、チカチカ変な風に光ってんな、怖いな。防衛省に電話しちゃおうべ。メッセージ UFO は大阪でも。あれ何ね、だからなんだろう。でも宇宙人はこの世にはいないよ。でもわかんない、それはわかんない。種類の異なる謎の光。まずブラジルの UFO の正体は小型マルチヘリコプター。リモコン操作で自由自在に動くのが特徴だ。この時は地元テレビ局がデモの様子を撮影していたのだという。一方日本の方は電飾だこ。 LED をつけた中国製、2012年から輸入が始まり、まだ見慣れないため UFO と間違えられるケースがあるという。新しい技術で生まれたユニークな空飛ぶ商品、私たちが気づかぬうちに意外なものが夜空をにぎわせているのである。そうか、これ飛ばしてたらあんな風に見えるんですか。なんかちょっと騙された気分ですね。信号を送ってる UFO みたいに見えなくもなかったりするんですよね。僕たち UFO に信号を送ろうつってこういうの作ったことありますけどね。あ、そんなことやったことあるんですか。やったことあります。来ましたか。いや、もちろん来なかったですけど。UFO ナンバー5番6番は世界各地で白昼堂々現れた謎の球体。2010年10月、アメリカ・ニューヨークで大勢の人が UFO が編隊飛行するのを目撃。青空を悠々と飛ぶ白い球体の UFO は新聞やテレビでも大きく取り上げられた。球体の UFO は中東イスラエルでも撮影されている。自動車からの撮影、浮遊する謎の物体、拡大するとまるで巨大な目玉が小刻みに震えているようだ。なんとこの物体は4日後にも近くの場所に再び出現、同じ人によって撮影されている。ニューヨークの白い群れ、イスラエルの黒い目玉、
これらの球体の正体は？まずニューヨークの白い球体はあっさりと正体が判明した。この日およそ30キロ離れた小学校で先生の送別会が行われ、生徒たちが送ろうとした風船12個が風に飛ばされてしまったという。小さな風船も空では大きさが分かりにくく、速い風に流されれば UFO に見えてしまうのだ。しかし問題はイスラエルの2つの球体だった。現地に取材をしたが風船などの情報は得られなかった。そこで強力な助っ人を依頼した。交通事故や犯罪など年間100件以上科学的に分析する民間の機関で画像解析を専門としている石橋博則さんだ。石橋さんはまず空を浮遊している球体が本当に動いているのかどうか分析にかけた。周囲の建物の一点と球体の一点を決め、その位置関係が映像の一コマごとに変化するかどうかを確かめる。両者の赤いポイントが描く軌跡はほぼ同じである。撮影した時のカメラは揺れているんですけれども、その位置関係ほぼ一致した形が得られております。この事象を合理的に考えますと、この物体が係留されていた推論が成り立ちます。球体の動きは撮影者が乗る車の移動とカメラのブレによるもので、球体そのものは地面につながれ動いていないようだ。さらに石橋さんによると、4日後に撮影された球体との比較によってその材質も推測できるという。まず2つの球体の表面の明暗、色の濃さなどを分析し、その等高線を描くことで表面の細かい凹凸を明らかにする。そして2つを重ねると凹凸の一部がずれることが判明、表面の形が4日の間に変化しているのだ。ある程度の形状を保ちながら表面が微妙に大気とかの影響で動く物体であると。これは非常に柔らかいものによって形成されていて係留されていたという推測と合わせて考えますに、これはバルーンではなかろうかと推測が成り立ちます。こちらの謎の物体はアルミ風船。さまざまな形のソーラーバルーンなど風船の類は意外と UFO と間違いやすいのでご用心。風船って UFO に見間違えにくそうに思うんですけど、そうでもないんですかね。例えばですね、風船が空を飛んでたとして、うん、どのぐらいのところを飛んでるのかっていうのは見ただけじゃ分かんないんですよ。そうですね。例えば10メートル先のものと100メートル先のものって、はい、違いが分かると思ってるんですが、うん、それはですね、もともとの大きさがある程度分かってるからです。10メーターのところにちっちゃい風船があるのか、100メーターのところに巨大な風船があるのか、見ただけじゃ分かんないんですよね、はい、すごく遠く大きな光るものが飛んでるっていうふうにどうしても見えちゃうんですよね。あとはこれをカメラに映すとなお距離が分かんなくなっちゃうんですよ。いかがでしたか。次回は衝撃の UFO 特選映像残り8つを一気に分析。怪しい光、謎の飛行物体の正体が続々と姿を現します。どうぞお楽しみに。今回の最初 UFO ナンバー7番8番は日本とメキシコから。火山に宇宙人の秘密基地発見。これからお見せするのは2013年5月に撮影された映像。メキシコのポポカテペトル山で火山活動を監視する政府の定点カメラが偶然捉えた決
決定的瞬間。あまりに早いので繰り返し見てみよう。恐るべき速さで飛び火口に吸い込まれていく発光物体。火口の直前でカーブを描いているので隕石など落下物ではない。ここポポカテペトルさんは UFO の目撃が相次ぐ場所として知られており、この映像はエイリアンの秘密基地がある証拠だと大騒ぎになった。実は日本の火山、鹿児島県桜島でも同じように UFO 映像が捉えられている。2013年7月国土交通省九州整備局の定点カメラ映像、画面右上、桜島の火口の上にゆらゆらと動く怪しい光。実は桜島の監視カメラにはたびたび UFO が発見されるという。メキシコと日本をつなぐ火山での UFO 映像、宇宙人の基地が地球的な規模で存在するのか。ここのところの噴煙か何か上がってるところをよく見ていただきたいんですが、はい、こちらの UFO プロフェッショナルは映像技術研究者藤木文彦さん。学生時代 UFO 好きが高じて東京大学 UFO 研究会を立ち上げ初代会長に就任。それ以来長年にわたる研究と映像技術の知識から撮影状況を推理するUFO 名探偵である。ここのところの噴煙か何か上がってるところをよく見ていただきたいんですが、煙が出てくるのがふわふわふわっと出てくるのが火山から出てくるにしてはなんかすごく動きが早いですよね。こんなに早く煙動かないと思いますよ、大きいんですから。だからこれやっぱり早回しなんですよ。なるほど。他にも画面右側のこの星、数秒の間に肉眼で分かるほど動いている。これも動きが早く加工されている証拠だ。実際これの今も定点カメラがこのネットにつながってますのでちょっと見てみるといいと思いますか。はいはい、UFO プロフェッショナル天文学者寺園純也さん、かつて UFO に憧れた少年が宇宙開発の現場で研究者に。インターネットを駆使して謎の正体に迫る UFO プロファイラーである。今も定点カメラがこのネットにつながってますのでちょっと見てみるといいと思いますか。こんな感じですね。全然動いてないですね煙は。映像の元となった定点カメラのサイトでは動かない静止画が一定時間ごとに更新される仕組みになっていた。これじゃあ、まあ、こういうのがずっと撮られているわけで、ここになんかシュッとこう入ってくるようなものがありそうな感じではないですよね。そうですね。映像は撮影されたままのオリジナルではなく加工された早送り映像だとすれば、この火山の中に飛び込む光は何なのだろうか。寺園さんがインターネットで調べたところ、ポポカテペトルさん周辺には2つの空港があることが判明。光は火山に飛び込んでいるのではなく、ヘリコプターなどが火山の向こうに飛び去っているものと考えられるのだ。それでは桜島上空に浮かぶ巨大な光は一体何なのだろうか。実はですね、これカメラの前にですね、はい、火山がありますが、はい、レンズの前を1枚こうガラスかアクリルか何かでこうガードしてるんですね、はい、直接にカメラのレンズにゴミがつかないように、うん、そのアクリル板みたいなものがですね、光を反射して映ってると考えられるんじゃないかと。実際に現場のカメラを確認してみる、確かにレンズの前にアクリルのカバーがしてある。
夜になると定点カメラと桜島の間には街の明かり、自動車のヘッドライト、船の明かりなどが数多く点灯される。こうした明かりがカメラのカバーに反射していることは映像を注意深く見るだけで証明できると藤木さんは語る。こういうもやっとしたもの、ここだけじゃないですよね、うん、ここにもありますよね、はい、そうですね。でこれとこれ、まあここもぼやっとしてますけど、はい、これ早回しで見ると実は連動して動いてるということが分かります。同じ動きをしちゃってるんですね。確かに2つの光は同じタイミングで上下に動いているということは、やはりカメラのカバーの上での何らかの反射と考えるのが合理的である。私たちは定点カメラがありのままに映していると思いがち。でも実際は特殊な仕組みに気をつけて見る必要がありそうだ。続いては日本とアイルランドから。 UFO ナンバー9番と10番は街を襲う怪しい光の大群。見えた。2014年1月23日沖縄の那覇上空に怪しい謎の光が現れた。目撃者によると UFO の光は建物よりも高いところから次々と現れ、しばらく空中に漂った後忽然と消えたという。同じような怪しい光の群れがアイルランドの港町コーブの住宅街でも撮影された。 UFO は民家の向こうに着陸するのかと思ったところ、さらに3機の新たな UFO が。先行した3機同様、ほぼ等間隔でゆっくりと家の向こう側に降りてゆく。その後も UFO は同じ場所から次々と現れ続けた。果たしてその正体は。照明弾。確かに民家に近づく UFO に似ている。実はここ後部は悲劇の大型旅客船タイタニック号が最後に寄港した港。撮影当日は死亡した地元の乗員乗客の慰霊祭で、その人数と同じ123発の照明弾が挙げられていたのだ。照明弾って言われてああって思いましたけど、やはり見たことないものなので、はい、我々は見慣れてないから、もしそんなのに出くわしてしまったら何だろうと。全く、しかも同じ方向に打ち上げて風の流れる方向がみんな一緒だったら、まるで編隊を組んだ3機の UFO と、いろんな条件が重なって大騒ぎすることになっちゃったっていうことだと思います。一方沖縄の謎の光も、事件発生から数日後アメリカ軍が照明弾の発射訓練を行ったことを公式に認めた。こちらの照明弾は上空の軍用機から発射されたもの。一見空中に止まっているかのように見えるが、比べてみるとゆっくり落ちていることがわかる。軍事用の照明弾はパラシュート付きで、数分の間上空にとどまり光を発することができるという。照明弾も種類によって上空での動き方や見え方に様々な違いがある。私たちが普段目にしないものだけに突然現れたら判別するのは難しそうだ。 UFO ナンバー11番、六角形のまるでコマのような飛行物体。ところがカメラが引いてみると、
その正体は金星。なぜ六角形に映ってしまうのだろう。実はその形を生み出すのがカメラのレンズの絞り。光の量を調整する羽の形が星の光を変形させたのである。六角形の光の場合、まずはこれが原因ではと疑った方が良い。 UFO ナンバー12番はちょっと変わった未確認飛行物体。2011年3月九州熊本のラジコンサーキット場にいたグループが偶然信じられないものを撮影した。あれなんだ、どこですか。イタモメ。あ、本当だ。これなんすか。リュウチェンの、イタモメ。これでも何ですか。これ飛行機ですか。幻の妖怪一旦もめんか、それとも神獣として名高い竜か。専門家に映像を見てもらうと、まあ農業ハウスのあのビニールという可能性高いですね。確かに撮影された現場は近くに畑が広がり、農作業ハウスなどが設営されている。ビニール自体は非常に軽いものですから、弱いあの上昇気流なんかでも十分こう浮遊できるんですね。あの上昇気流自体はですね、意外とこう身近にあのいろんなところで起きてると。日本の空には結構意外なものが飛んでいるようだ。UFO ガチンコ分析、いよいよ最難関。 UFO ナンバー13番 UFO の大群ロンドンを襲撃。ロンドンの中心街を慌てて走るカメラ。上空を見上げる人の視線の先には、何機もの白い UFO が。3機、さらに2機、そして画面の一番上にはっきりとした円盤型だ。しかし藤木さんは映像の冒頭、 UFO が登場する前に奇妙な点があるという。これ不思議なのは、このビデオなんか空に何かあるのに、 なかなか空映さないで周りの人映してますよね、それから空を見上げてる、なんでこのカメラ撮った人はいきなり空を見ないで、この人とか映してるんでしょうね。この映像の調査を交通事故や犯罪などを科学的に分析する民間機関に依頼した。すると、最もおかしいのは、遥か天空を飛んでるはずの UFO があのビルの中に吸い込まれていくという部分があったんです。画面左から右に向かって飛ぶ UFO、 ビルの背後に入る瞬間、一コマだけビルの手前に来てしまっている。これは物理的にありえませんので、要するにコンピューターグラフィックスを作るときに消し忘れた部分であるということが言えます。ほんの一コマのミスがなかったら、コンピューターグラフィックスという判定はなかなか難しかったかもしれない。まさにそうした最難関のUFO ナンバー14番エリア51の開口級だ。アメリカネバダ州エリア51、宇宙人の秘密を研究していると噂の軍事基地。乱舞する3つの光、
これは一体何なのだろうか。実はこの映像はすでに検証が行われていた。この検証サイトでは撮影現場がエリア51ではなくハワイであると指摘。確かにフェンスや山の形、小屋や木の形などがハワイのものと一致している。撮影場所を偽っているとしたら映像そのものの信憑性も限りなく怪しいものだ。このサイトでは光る物体は CG ではないかと推測。しかし決定的な証拠までは見つけられていない。最近はコンピューターで映像作るっていうのは本当簡単にできますからね。そうですよね。本当にそうかどうかをですね、はい、コンピューターで解析するっていうのはこれ結構難しいんですよ。特に映ってるものがなんかぼやっとしたものですよね、はい、そうするとこれが本当に何か飛んでるのか、うん、後からこう CG で書き入れたのかを分析するっていうのはかなり難しいです。インターネット上でよく UFO の動画とかがこう、はい、アップロードされて、うん、でそれがあちらこちらに転載されて広まるっていうことなんですね、はい、どういう風な映像のそれ出所なのかっていうところをまずちゃんとチェックして見ていくっていうのが一番いいと思いますね、はい、うん、本当に今日お話しさせていただいて UFO がお好きなんだなと思ったんですけど、一つこう UFO だ不思議だ宇宙人だっていうとそこで終わってしまうんですけれども、うん、そうじゃなくていやそれは一体本当は何なんだろうっていうところで始めていくところに、まあ、未知への扉みたいなものがあって、はい、そこを開けてみるといろんなことが世の中に起こってる、はい、どっか知らない世界からの信号とかそういうものがあるとしたら、何か不思議な本当にどこかから我々の知らないものが現れてきてるとしたら、それの正体を知るためには間違ったものは覗いていかなきゃいけないですね、うん、あるいはこうインチキで作っちゃったようなやつはですね、うん、これはもう除外していくってやって、やっぱり本当に何が起きてるのかを知りたいと、うん、こういうところが面白いところですね。100万個の怪しい映像があったとしてもそのうちの1個は本当かもしれないわけですから、その1個を探し求めるためにはやっぱりちゃんと調べていくっていうことが必要だっていうことですね。じゃあ、まあ謎のままにしないでもう一歩踏み込んでみるっていうのも楽しいですよね。そうですね、心は熱く頭は冷静に、かっこいいですね